番組恒例アディショナルトークイエーイ。さあ山梨県の冬の選手権の決勝戦の翌日であります。はい、そうですね。そして今日の山梨スピリッツは全国高校サッカー選手権山梨県大会で見事8年ぶり11度目の優勝を果たしました。帝京第三高校サッカー部の皆さん生出演でございました。はい、辻優斗キャプテン、桜井玄秀選手、そして大野春選手に来ていただきました。はい、生出演ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやもうキャプテン、生放送どうでした？いやもう本当に緊張しましたね。本当？初めてテレビ出ることがあったので、もう本当にドキドキで、何で話すかも全然分かんなかったので、でもあの村上さんがね、リハーサルでしなかった質問をポンってしたじゃないですか。いやあれ本当に焦りました。ほら10代をいじめないでよ。いやなんかノールックのパスには反応してくれそうな気したからさ。反応したよね。してくれたしね、実際にね。ね、大野くんどうでした？やっぱ山梨の人見てるんで、うん、緊張しました。ちなみにこの番組見たことはありましたか？ あります。あ、よかった。おー、一視聴者として、はい、Z 世代刺さってた、よかった。刺さってかどうか言ってないです。刺さったかどうか言ってない。今刺さったまでないか。見たことがあるって言っただけだから。刺さってなかった。刺さったかどうかは分からない。そうなんだ。刺さってました？いや、分からない。刺さってなかった。いやって言われたじゃない。頑張ろうね。まあでも見てる番組に出たってどうですか、気持ち的に。いや嬉しいです、はい、嬉しい。よかった。よかったね。嫌でしたとか言われてよかったよ。ね、じゃあまたこれでね、あの、ご家族にご連絡がね、行くかもしれないですね。なんか、見たよ、息子さん出てたねって言って。そうだね。ね。昨日も相当反響があったって言ってましたけど、うん、なんか特にもらって嬉しかった連絡とかありました？いや、やっぱ、シンプルにおめでとうが一番嬉しかったです。うん、誰からのメールでした、それは？やっぱ、なんかちょっと恥ずかしい、恥ずかしい人からしたら。ちょっと、はい。誰？まあ大切な人から。あらー！あのおばあちゃんってことですよね。いや違うんじゃないかな。そうかもしれないけれども違うんじゃないかな。それで今どう？あの人かなって。思い浮かぶ人が出てきた。思い浮かぶ人ですよ、ね。そうか。おばあちゃんだよね。おばあちゃんかどうかは分からんけれども。桜井君どうでした、生放送は？うん、いやちょっと初めての生放送で緊張しました。本当ですか？はい、ね、だって決勝戦の前日も緊張して眠れなかったみたいに言ってましたけど、はい、ちょっと全然寝れなくて、うん、ちょっとどうしようか結構悩んでました。はい、なんかプレーを見てるとき、ね、そういう風に見えないんですけど、辻君ね、小学校からずっと一緒にやってますけど、どういうキャラクターなんですか、桜井選手は？でもなんかずっとふざけてるみたいなキャラで。お調子者なところもある、もしかして？もうほぼずっとそれです、ね、でも大事な試合の前には緊張するんですってよ。変わった人ですそうなんだ、ね、なんか2人ならではのエピソードとかないんですか、昔からの。なんかこいつこんなやつなんですよみたいな、うん、めっちゃ真面目っす。チームでどういう存在なんですか、辻キャプテンは？やっぱもうみんながきつい時とかやっぱもうそのプレーでやっぱ見せてくれるんで、うん、まあ、そこはだいぶ助かってます。そうなんだね。なんかお茶目な一面とかないんですか？完璧そうに見えますけど、辻キャプテンは。まあちょっとまあ勉強とかやっぱスポーツはできるんですけど、やっぱちょっと口下手な部分あるんで、でもそこはちょっと可愛いかなと思います。可愛いな。そうなんだ。だってどう思います、今言われて。まあ本当にその通りなんですけど。そうなんですか。逆に桜井選手は改めてどういうチームの中で？やっぱりなんかいつもはふざけてるんですけど、そういうサッカーのことになるといつも真剣に向き合ってるのが、仲間に注意したりしてるのがなんか逆にギャップでいいなって思います。まあ、そういう選手が言うからこそみたいなのもあるのかもしれないですね。そうですね。そっか。気になることたくさんあるじゃないですか、小松さん。好きな食べ物は何ですか？本当か。この時間使ってそんなんでいいのか。じゃダメですかね。ダメですよ。全国大会出るんですよ。勝負飯とかって今の高校生とかってやっぱり勉強してるじゃないですか。多分栄養学とか。なんかそういうの気にしたりするんですか。どうですか。体作りとか。大野くんなんてだってスタミナ命みたいなとこあるじゃないですか。ね、体張ってるし。いや特にないですけど、プロテインはいつも毎日飲むようにしてます。違います？やっぱり飲むと。筋トレとか、うん。筋トレは特にやってないんですけど。なんか筋トレでいうと桜井選手すんごい頑張ってるって確か聞きましたよ。そう、まあ、夏休み中に怪我しちゃって、やっぱその時にやっぱその怪我期間を無駄にしないように、まあ、筋トレはずっとやってました。え、ベンチプレス今どのぐらいって言ってましたっけ？まあ、60前後は上がります。それと体重は？体重50キロぐらいです。すごくないですか？え、バランスは…バランス
そう、自分の体よりも重いのを上げるっていうことができるのが桜井選手。すごいですね。すごいね。でも変化ありました、そうやって上げられるようになってプレー面でっていうのは。ちょっと多少はやっぱ大きい選手が来ても、まあ、多少は収められるようになったかなと思います。なるほど、ね、負けないということです ね、 でね、帝京第三と言いますと、うん、まあ、強豪校というふうに名は知れてるんですが、そうは言っても全国選手権は8年ぶりということで、はい、実は今日このスタジオにですね、その8年前に優勝した時の元選手、今はチームのコーチとしている吉野コーチが来てくれてますが、はい、そうです、取れますかね。はい、あ、こんにちは。こんにちは。実は吉野コーチもその8年前高校生だった時にここに。そうです、翌日に、選手と一緒に今の選手と同じですね、はい、で生出演させていただきました。桜井君噛んだよ今。ちょっと後でちょっといじっときます。後でちゃんと言った方がいいな、ね、今ねちゃんとな。まあでもどうですか、その要はね、自分たちの後からなかなか後輩たちが全国行けなかったっていうところを彼らがやったんですよ。そうですね、8年、私自身がプレイヤーで出て8年間全く、選手権に 出てないっていう期間が、やっぱ続いたっていうのは、まあ、OB としても寂しかったので、うん、まあ、ようやく成し遂げてくれたかなっていうふうには思ってます。嬉しいですよね。そういった先輩たちの思いを持ってこれから全国大会に行くわけですが、改めて最後、まず大野選手、意気込み、自分のプレーどういうふうに出したいか。やっぱ自分の強みであるあの1対1の強さっていうものもどう全国で通用するかっていうのも試してみたいですし、やっぱ全国出る からには日本一を目指してチーム一丸となって頑張りたいなと思います。桜井選手、まあ、やっぱ予選でもチーム内で得点ランキングトップ取れたんで、やっぱ全国でもしっかり点取って結果残したいと思います。そしてキャプテン辻選手、やっぱりチームとしてベスト8を目指して勝つっていうのはもちろんなんですけども、自分個人としてもあれ強みのドリブルをもっと発揮して得点に絡めたらなって思ってます、うん、彼らの持ち味をね、全国大会で存分に発揮してもらいたいですね、はい、ね、大爆発を起こしてきてほしいですよね。そうですね、うん、ぜひ全国大会を帝三魂見せつけてきて、帝三、はい、旋風巻き起こしてきてください、はい、今日はスタジオに帝京第三高校サッカー部の皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。全国大会頑張って、また来てね。お待ちしてます。優勝したらまたここ来てね。お願いします。